こちら浦安情報局こちうらの時間です。20日から2月3日の節分までは大寒で、1年で最も寒い時期を迎えます。今年は暖冬と言われていますが、日ごとの寒暖差があるので、お出かけの前には天気予報で気温を確認してから服を選ぶようにしたいですね。さて今回のふるさと浦安、この1枚はこちら、中央公園で見つけたひよどりです。富岡にあるこの公園は、公園面積の半分が森林になっていて、常に野鳥のさえずりが聞こえています。ひよどりは年間を通して見られる鳥ですが、葉の落ちた冬は姿を見つけるのが簡単で観察しやすいですよ。さて後藤さんを呼んでみましょう。今回はどちらにいるのでしょうか。後藤さん、はい、ヴィーナスプラザに来ています。今回はですね、昨年12月にスタートした食品ロス削減推進協力店制度、そしてこちらヴィーナスプラザで市民の皆さんも積極的に参加して行われているゴミの減量や再利用の取り組みをご紹介します。後藤さん、後ほどよろしくお願いします。はじめは市内の出来事をお伝えするあんなことこんなことパート1です。ご覧ください。1月10日から東京ディズニーランドではミニーのファンダーランド、ミニーマウスが夢に描いた大好きなものでいっぱいのファンタジーな世界をテーマにしたスペシャルイベントです。パレードルートとキャッスルフォアフォートでは、エンターテインメントプログラムミニーアットファンダーランド、ハートのアクセサリーやラブリーなドット柄で彩られたとびきりキュートな衣装を身にまとったミニーと仲間たちが、大きなリボンが特徴的なきらびやかなフロートになって登場します。思わず体が動いてしまうようなポップでエネルギッシュな音楽に乗せて、手拍子や掛け声で盛り上がるパレードです。さらにスペシャルメニューもご用意。パストラミビーフのホットサンドとともに、チキンやポテトなどをワンプレートに乗せたミニーのキュートクラシックセット、ミニーが大好きなリボンをあしらったストロベリーマフィンなどのスイーツセット、ついでにはコースター付きのスパークリングゼリードリンクなど、ポップでキュートな世界観を楽しめるメニューが登場しています。ミニーのファンダーランドは3月19日まで開催、期間中はミニーの大好きなものであふれていますよ。1月13日には郷土博物館でかまどの日お雑煮を作ろう。このイベントは博物館の屋外展示場にある文化財住宅のかまどを使ってお雑煮を作るというものです。使うかまどは漁師の家にあるもの。まずはかまどにセットされた釜にお雑煮の具材を入れました。具材はシンプルに大根、人参、三つ葉、醤油味のお雑煮を作りました。具を入れて味付けをしたら、かまどに火をつけるのですが、皆さんまず手を合わせて、火事になりませんようにとお祈りしましょう。はい、火事になりませんように。お祈りを済ませたら、今度はお塩。このお塩はお清めに使いました。お清めが済んだら、かまどに火をつけます。火をつける道具はマッチ。かつてはどこの家庭にもあったマッチですが、今ではマッチを使ったことがないという人もいるため、火のつけ方から学びました。いよいよかまどに火をつけます。上手につけることができました。次の体験は薪割り。薪はかまどで煮炊きするのに必要なものです。
まずは刃を薪に入れます。入ったら薪ごとトントンと叩きます。すると薪は割れるのです。最初は戸惑いながらの作業でしたが、慣れると上手に薪を割っていました。薪割りの次はお餅を焼きます。ここで使うのは七輪。これも普段なかなか使うことのない道具です。次第にお餅が膨らみ始めました。このお餅は博物館でお正月に飾った鏡餅。お餅が焼き上がる頃にはお雑煮のおつゆもできていました。自分で焼いたお餅が入ったお椀におつゆを入れてもらい、いただきます。かまどを使って作ったお雑煮、みんな笑顔がこぼれていました。普段なかなかできないことを体験した皆さん、お雑煮の味も一味違ったことでしょう。続いては食品ロス削減推進協力店制度についてです。ご覧ください。食品ロスとは、まだ食べられるのに捨てられている食べ物のことです。日本では食品ロスが年間およそ523万トン発生しています。これはお茶碗1杯分のご飯を日本人みんなが毎日捨ててしまっていることになります。もったいないですね。市では食品ロスを減らすための取り組みの一つとして、食品ロス削減推進協力店制度を昨年12月にスタートしました。どのような制度なのか、ゴミゼロ課でお聞きしたいと思います。行ってきます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。とまずですね、食品ロス削減推進協力店制度について教えていただけますでしょうか。はい。まず食品ロスを減らすためには、食べ物へのもったいないという意識をよりたくさんの方が持っていただくことが必要だと考えています。事業者、市民、浦安市が一体となって取り組むことが大切だと考えています。今回スタートした制度では、食品ロスの削減に取り組む飲食店や小売店などを浦安市食品ロス削減推進協力店として登録をして、その取り組みを広く紹介することで、食品ロスに対する市民の皆様の意識を高めていくことを目的にしています。どのような取り組みをしているお店を登録しているのでしょうか。具体的な制限はなく、何らかの食品ロスの削減につながる取り組みをしていれば登録が可能です。例えば小盛りやハーフサイズなど、利用者の希望に沿った提供、持ち帰り希望者への対応、食べ残しを減らすための呼びかけ、食料品の量り売り、バラ売りの実施などが挙げられます。協力しているお店はどうすれば分かりますか。登録店舗にはこのようなステッカーを交付していますので、このステッカーが貼ってあることが目印となります。また市のホームページでは登録している店舗を個別に紹介しています。食品ロス削減推進協力店はおよそ40店舗でスタート、今後増えていく予定です。ではどのような店舗が登録されているのでしょうか。いくつかの店舗をご紹介します。最初に紹介するのは堀江にある季節料理たくみです。お魚メインの居酒屋をやっております。お刺身、煮魚とかそういう煮付け系統がよく食べていただいてますね。開業31年目、常連も多く地域に愛されるこちらのお店では、食品ロスを減らすためにどのような取り組みを行っているのでしょうか。お客様の要望に応えて、ちょっと少なめとか、お客さんが残したものをお持ち帰りできますかという時にパックとか用意させていただいてます。店内には3010運動を呼びかけるポスターも貼られています。宴会の時の
時間で最初の30分は、食事に専念、間を歓談したりして、あと最後の10分を食べる方に専念していただいているような感じですかね。お料理を楽しむ時間を設けることで食べ残しを減らしましょうという運動です。まあ、こっちも作ってるんで残る食材ですかがやっぱもったいない、微力ながら少しでも、はい、協力できたらなとは思います。続いて紹介するのは東大島にあるカフェアロハガーデンです。ハワイをモチーフにしていて、基本的にはカフェなんですけども、まあ、食事を楽しみに来てくれるお客さんがほとんどと、あとスタッフとの会話を楽しみに来てくれるお客様が多いですね。ハワイなんで定番のロコモコとか野菜をふんだんに使ったキーマカレーだったり、そういうのがおすすめです。こちらでは食品ロス削減のためにさまざまな取り組みを行っています。毎日、その日使う分の、食材を買いに行って、なるべく使い切るように使っています。あとはですね、仕込みをするにあたって小分けにして全て冷凍をしています。メニューいろいろあるんですけど、なるべく同じような食材を使っていて、こっちでは焼いていて、こっちではソースに使っていたり、いろんな食材を使ってちょっとずつ余るっていうことをしないようにしてます。あとはお客様が食べきれない買ったりする場合はテイクアウトの容器に入れてお持ち帰りをしていただいたり、大盛りだったり小盛りだったり、あと嫌いな食材なんかは抜いてあげられるものに関しては全て抜いてあげたりとかっていう、取り組みはしてます。そういう時代でもありますし、もともと浦安のおばあちゃんたちはもったいないっていう精神が多いので、地域のおばあちゃんたちも来てくださるので、フードの残しもなるべく少ないように、もったいないというのをこうあまり言われないようにしようかなと思ってます。はい、次に紹介するのはサミットストアライフガーデン浦安富岡店。鮮度の良い生鮮食品や店内手作りの惣菜などを豊富に揃えるスーパーマーケットです。今回食品ロス削減推進協力店に登録されたのはどうしてなのでしょうか。サミットではゴーグリーンチャレンジ宣言という環境問題も含めた SDGs につながるような取り組みをやっておりまして、その中にももちろん食品ロス削減の取り組みも入っております。また地域貢献という意味でも登録することによって少しでも力になれると思って今回参加いたしました。こちらでは食品ロスを減らすためにどのような取り組みを行っているのでしょうか。やはり食品ロスにつながる廃棄、これを削減することにまず重点を置いております。少量商品や通常の大きさ、また大容量と家族構成に合った品揃えをすることによって家庭での廃棄削減にもつながるような取り組みとして販売をしております。例えばですけども、キャベツでしたらこちら1玉、また半分のサイズ1/4、さらにそのまま洗って調理ができるようにもうざく切りキャベツというのも揃っております。こちら4種類キャベツだけでも揃っている形になります。そもそも作りすぎない、発注を取りすぎないことをまずデータを分析して計画を立てて廃棄につながらないようにしているんですが、どうしても廃棄というのは発生してしまいがちなので、そんな中でこまめな値引きをする取り組みもしております。こちらの商品なんですが、
計画よりも売れなかったため、このままいくと食品ロスにつながってしまう可能性がある。その際、こちらの、半額シールで対応するんですが、こういう商品にこのもぐもぐシールを貼ることによって、お客様が一緒になって食品ロス削減に貢献できるような取り組みとなっております。10枚貯まるとですね、こちらのガチャガチャまたは投稿していただくと、途上国の学校給食支援活動に寄付できるというどちらか選べる取り組みになっております。今回3つの食品ロス削減推進協力店を取材させていただきましたが、食品ロス削減の取り組みにもそれぞれ特徴があるなと感じました。はい、そうですね。市のホームページでは各店舗ごとに取り組み内容を紹介しています。いろいろなお店が取り組んでいることを知っていただき、多くの方が食品ロスの削減について関心を持っていただけたらと思います。本日はありがとうございました。ありがとうございました。市では食品ロス削減推進協力店を募集しています。対象は飲食店や食料品を扱う小売店など。登録申請書に記入していただき、市のごみゼロ課まで提出してください。詳しくは市公式ホームページをご覧いただくか、ごみゼロ課クリーン推進係へお問い合わせください。食品ロス削減については、食品を買いすぎない、食べ残しをしないなど家庭でできることもあります。皆さんもできることから取り組んでくださいね。では続いては浦安そこどこです。どうぞご覧ください。続いてはゴミの減量と再利用についてです。ビーナスプラザにいる後藤さん、よろしくお願いします。はい、こちらビーナスプラザはクリーンセンターの再資源化施設の4階になります。1階から3階は瓶や缶、ペットボトルなどの資源物の選別などを行い、リサイクル工場に送るための準備をする施設になっています。ビーナスプラザはリユース、資源の再利用やリデュース、ゴミの発生抑制の取り組みについて考え、体験、実践する場です。例えばこちら、ビーナスショップ。ご家庭でご不要となった衣服や日用品などを引き取り販売しています。廃棄せず必要としている方が有効利用し繰り返し使うことで、ゴミの発生を抑制しています。子供服、へえ、子供服しかもこんな可愛いのありますよ。お子さんは本当成長が早いんで、こういう場所があると便利ですね。しかもこれ50円ですって、安いですね。再生家具と自転車の販売もしています。ご家庭で不要になった家具や自転車を無償で引き取り、補修を行った後展示販売しています。家具はテーブルやタンス、ベッドなど様々。高価な家具もほとんどは数千円で買えるのでお得ですよ。自転車は人気で抽選販売になっています。再生家具や自転車などの最新情報は浦安市ビーナスプラザ公式 X で発信しています。ビーナスプラザでは市民の皆さんも積極的にゴミの減量や資源の再利用につながる取り組みをしています。定期的に開催されるフリーマーケット、市民の皆さんが
衣類や食器、雑貨など使わなくなったものを持ち寄り、必要な方に安い値段で販売しました。出店者のための区画は18あります。毎回区画数以上の方が応募するため、抽選で出店者を決めています。どうしてフリーマーケットに参加されたのでしょうか。出店者にお話を伺いました。サイズアウトした子ども服とか、使わなくなったおもちゃや絵本を売ってます。もったいないっていうのがあるので、使ってくれると嬉しいです。コミュニケーションがとても楽しくて、初めて来ましたっていうような人との出会いがあるので、いいなと思ってます。主に衣類とか雑貨なんですけども、家に置いとくのももう無理、でも捨てたくないが、やはりフリマで出す一番のメリットだと思うので、フリマがいいと思います。会場には多くの方が訪れ、お目当ての品や掘り出し物がないか、商品が広げられたそれぞれのお店を回り探していました。結構まあ掘り出し物もあるのと、あとすごい皆さんなんていうか、たくさんこう活気があってとてもいいと思いました。3人いますので合うものがあればっていうのと、あと子どもたちが細かいものとか、アクセサリーとか可愛いものがあればと思って見に来ました。ただゴミになってしまうっていうと、今いろんなゴミの問題出てると思うので、それが、ね、次につながれて物も使い続けられるっていうのはやはり大事なのかなというふうには思ってます。ビーナスプラザの一角に並んだ工房、市民グループの皆さんらがリサイクル教室を行っています。こちらの工房では牛乳パックを使い、小物入れを作りました。捨てられてしまうかもしれない牛乳パックも、ちょっとした工夫で素敵に生まれ変わるんですね。子どもたちは楽しみながらリサイクルを体験しました。石鹸工房では、資源回収した使用済みの食用油を使って石鹸を作っています。廃食油から石鹸を作る、そして皆さんに差し上げたり PR するっていうことをやってます。ゴミを減らす手立てがいっぱい、いろんな段階でありますけども、油についてもきちっとやっぱ循環をしていくっていうのが大切だなって思ってます。じゃあ石鹸にならないかっていうことで、ここを運営しているという形です。やれることをやっていただく、できることを少しずつ広げる、自分だけじゃなくて周りの方に広げるっていうのが、多分 SDGs なんかでも大事なんじゃないかなと思ってます。おもちゃの病院では、壊れたおもちゃの修理を行っています。部品代がかかることはありますが、修理は無料です。最近は使い捨ての時代が多かったんですけども、やはりこうやっておもちゃでも治るんだよということを、まあ、子どものファンもいただければ、我々もそれで満足してますし、やはり楽し、まじね、実は楽しいんですよ直すのがだからそれが一番嬉しいですね。でまだ皆さん喜んでくれるから、やはりまだこのおもちゃ病院という存在を知らない方も結構おられるんですよ。だからそれを方たちに、おもちゃが、壊れた時にもう捨てずにまず持ってきてほしいですね。そして我々が修理します。我々もね、9割以上直ってますよ。おもちゃをまだずっと長く使いたいなと思って持ち込みをさせていただきました。クリスマスの電気とジープ、大事に使ってきたものなので、まだまだ使えるっていうのはとても嬉しいし、子どもにもとってもいいなと思います。壊れたからと買い替えずに直して長く使う、 SDGs にもつながる活動です。よかったね。おもちゃの病院の次回開催は2月3日土曜日、フリーマーケット牛乳パックで小物作り教室、
石鹸工房は2月18日日曜日です。今回はビーナスプラザからゴミの減量や資源の再利用について紹介しましたが、中澤さんいかがでしたか？そうですね、フリーマーケットでは売り手も買い手も物を大切にしようという気持ちを持っていることなど、市民の皆さんの意識の高さを感じました。後藤さんありがとうございました。続いてはあんなことこんなことパート2です。どうぞ。1月13日には日の出中学校で働くエスト、これは卒業生の保護者や地域の方々が中心となり学校支援をしている日の出中学校サポーターズクラブが企画運営しているキャリア教育の授業です。1年生を対象にしたこの授業は毎年行われ、生徒の保護者や地域の方、日の出中学校の OB、OG などを講師に招き、働くこととはどういうことかなどプロの話を直接聞くことができるものです。今年度の1年生は118人。今回は農家などの第一次産業、石油開発、炭鉱などの第二次産業、宇宙開発などの第三次産業の職業の話を聞くことができました。第一次産業の梨を作る農家の話では、梨を育てる難しさなど、第二次産業の石油開発炭鉱の地質技術者の講座は、現場で使う道具などを触ったり、海外で採れた石油のサンプルを見ることができました。第三次産業のナレーターの講座は、ナレーターとはどのような仕事なのか、どのような場所で仕事をしているのか、そして実際にナレーションの体験をすることができました。爆売れ商品一つ目いくわよ。学校の授業やインターネットではなかなか知ることのできないプロの講座は、中学校1年生にとって貴重な時間となったことでしょう。1月14日には郷土博物館でうまい海苔を食べよう、これは千葉県産の海苔を食べ比べてみる試食会です。用意された海苔は木更津市の牛込漁協の黒海苔、同じ木更津市の金田漁協の青混ぜ海苔と青飛び海苔、そして市川漁協の三番瀬で採れた海苔の4種類、それぞれの海苔をその場で焼いて味見しました。今回用意した黒海苔と三番瀬の海苔は新海苔、青混ぜと青飛びは青海苔が混ざった高級海苔、三番瀬の海苔は博物館で漉いた手作りの海苔です。皆さん焼きたての海苔4種類を順番に食べ比べました。参加した皆さんの中には、香りのいい青混ぜが一番おいしいという方も。会場となった体験学習室は海苔のいい香りが漂っていました。いかがでしたか？今回のこちら浦安情報局こちら、次回は運動公園へ行こうなど、ご覧の内容でお送りする予定です。さて後藤さん、今回は食品ロスや資源の再利用など SDGs につながる内容が盛りだくさんでしたね。はい、 SDGs とか地球環境のためにとか言うと少し難しく感じてしまいますが、物や食べ物に対しもったいないという感覚は誰もが持っているものだと思います。今回はそういったことに改めて気づけてよかったなと感じました。そうですね。ところで後藤さん、先ほどビーナスショップを見ていましたが、何か欲しいものはありましたか？はい、可愛いカップを見つけたのでこの後買いたいなと思っています。楽しみですね。さてそろそろお時間です。それでは次回もまた見てくださいね。